恐れや恥の中で生きなくていいの。惨めな思いをしなくていいの。イエスは言われた。主の御霊は私と共に。主は貧しき者に喜びの知らせを伝えんと私を選んだ。囚人を解き放ち、盲人に光を取り戻し、虐げられた者に自由を与え、主が彼の民を救う時が来たことを知らせるために。イエスは誰にでも汚れているとされた病の女性にも触れ癒した。子供も男も女も金持ちも貧しい人も高潔な人も罪人も自分の大切さを教わった。それは彼の大きな愛の証。人を癒した。悪霊を追い出し悪魔の支配から解放した。それは全ての霊と魂を支配する権威の証。イエスは多くの人を死からよみがえらせた。それは彼の死をも超越する力の証。イエスが十字架に貼り付けにされた時、悪魔や悪霊たちは勝ったと思ったけど、イエスは死からよみがえり、すべての悪の力と死に勝利した。じゃあメシアだったの？全能の神から送られた約束のメシアでなければ、イエスのあんな奇跡は不可能よ。